こんにちは。ワッツの平岡文夫でございます。え、2020年8月期第2クォーターの業績の報告をさせていただきたいと思います。え、まずはこの度の世界的なコロナウイルス感染の広がりえ、これに対してお見舞いを申し上げるとともにえ、皆様のもとにこの感染の影響が及ばないことをお祈りして。 おりますそれでは2ページのところから説明を始めたいと思います。えー、WATS の20年8月期第2クォーターでございますけれども売上高に関しましては259億8,200万円と前期に対しては1.3%計画に対しては1.9%を上回るということができました。 そして売上高だけではなく売上総利益の方も38.1%と前期に対して0.7ポイント改善することができさらに販売費および一般管理費に関しましては91億1400万円と率にして35.1%。 0.9ポイント改善することができさらにですね金額として前期に対してマイナス改善できるということが実現できましたこのことによって利益に関しましても営業利益でもって7億8600万円経常利益で7億8300万円ともに3.0%と。 前期に対して2倍以上の大幅な改善がすることができそして当期利益に関しましては4億2,000万円と率にして1.6%前期に比べて4倍以上の大きな改善をすることができましたこれはひ一えに100円ショップ事業これが非常に好調に推移してその他の海外事業 およびファッション雑貨の事業の不調をまカバーすることができたということに尽きると思います次の3ページの事業部門別の売上高の推移でございますけれども先ほど申し上げたとおり100円ショップ事業に関しましては前期に対して3%の改善ということになってございます特に卸売その他というものは これはまあ以前同様にマイナスの傾向にございますけれども直営の店舗の売上高こちらの方が前期に対して4.1%大幅に伸びるというこ,とができましたこれは国内の事業の中でもって取り組んでいた商品の切り替え等による客単価のアップと。 というものが非常に貢献したと思っております海外事業こちらの方に対しましては、えー、残念ながらあ、まあえー、米中の経済的な対立による、えー、東南アジアおよび中南米の経済の停滞ということがあって基本的にはマイナスの傾向にございました。えー、今期に入ってその底上げ これを図っていてある程度の成果はあったもののその後のコロナウイルス感染の世界的な広がりこれによって今足元は非常に厳しい状況になってきてございますファッション雑貨こちらの方につきましても天野の,の事業撤退に伴うマイナスもありまたボーナビータソストレネグレーネともに 昨年10月の消費税率アップこれに伴って足元のところではマイナスの傾向が続いておりましたソスレネグレーネは他の手立てによって今年に入ってからプラスに転じていたのですけれどもやはり足元のところではコロナウイルス関連にの店舗の閉鎖等もあってですね 非常にに厳しいい状況になってきてきございますディスカウントショップのリアルこちらの方につきましては昨年大阪でもって茅島店をオープンさせたこともあってですね売上高が伸びておりまた消費税率のアップの際には駆け込み需要もあり半導減の後と業績はきちんと持ち直していたところに今足元では コロナ感染関連でもって食品生活雑貨こちらの方の売上高は堅調に推移しているということがあってですね前年に対して大幅に伸ばすことができてございますそれでは4ページの「売上総利益率の推移」でございますけれどもこちらの方は基本的には100円商品のあらりの改善 ここちらににに取り組んできたことが、えー、継続的にプラスに作用してございます一、えー、昨年ですねディスカウントショップのリアルこちらの方を子会社化したことによって売上総利益率は大幅にマイナスになり1年間の間マイナスのトレンドが続いてございましたがその影響が一巡した後はプラスの 方向に動いいてございます資料中の20年8月期第1クォーターのところのみですね少し利益がマイナスの方に動いてございますけれどもこれは海外事業の方の売上がこの時に非常に伸びたということがあってここだけマイナス幅が大きくなって えー、ここのところをですね、えーまあ、全体的に、えー、前,年前,年の前年度の第4クォーターから、えー、今年度の第2クォーターのところに直接的に線を引いていただくと全体的なトレンドとしてはこのような流れになっているというふうなことでご理解いただけたらというふうに思います。えー、基本的には100円ショップの商品の方の、えー 高高価格仕入れ原価格が高い商品こちらの方を高価格帯の商品に切り替え等のことそれから高価格帯の商品に関しては粗利の改善を進めるとともにまたもう一つ、えー、プライベート商品化するということによって粗利の改善が実現されてきているということが今現在の売上総利益改善につながって いるというところでございますさて次の5ページでございますが営業利益の増減の要因でございますが、えー、売上総利益としては3億500万円のプラスになってございますこれは売上高の伸びとそれから売上総利益率の改善と両方によってもたらされてございますが特にですね今回 営業利益が大きく伸びた要因としましてはその他の販売管理費こちらの方が家賃以外の項目全てが前年に比べて削減できているというこのことにも尽きるとここのところは非常に良かったというふうに思います家賃の方はこれは店舗数が増加しているということがあって 約3000万円の増加になってございますが人件費設備費運搬費支払い手数料水道高熱費その他経費こちらの方すべて前年に比べてマイナスになってございます店舗が増えている中でコストを削減することができたということが今回の大幅増益のもとになっておりこれは足元のところでも コロナウイルスの関連でもっていろいろな影響がございますがこちらの方とはまた別のことでもってきちんと事業状況が改善されてきていて利益が改善できているということだというふうに思います。人件費費設備費支払い手数料こちらの方の減少につきましては主に 大型店舗の出店こちらの方が抑制されている中でもって小型店舗の出店が好調に推移しているそして一部不採算の大型店舗の閉鎖を行ったということによってもた,もたらされております。今後も新規出店に関しましては小型店舗を中心に出店していくという計画でございますので、えー、経費に関しましては 削減できていくというふうに考えてございます。それから運搬費の方ですけどもこちらの方は小型店舗が増えていく中でもって弊社ががが委託ししていいいるる倉庫からの出荷が増えるという傾向がございましたこちらの方は小型店舗の商品構成の見直しによってサプライヤーさんからの 直接出荷こちらの方を増やすということによって運搬費の減少こちらの方を実現してございますこれもこちらこれからもそういった直接配送こちらの方に取り組んでまいりますので継続的に減少していきたいと減少させていきたいというふうに考えてございます、えー、では6ページ こちらの方の連結対象表と連結キャッシュフローでございますけれどもこちらの方は税引き前利益こちらの方の大幅の増加によってフリーキャッシュフローこちらの方が大いに改善されてございますこれから先の事業の拡大こちらの方にも有効に使っていきたいと考えてございます続きまして9ページでございます 100円ショップの事業の状況として既存店の売上高の推移でございますがこちらの方は非常に好調に推移してございますこの中でもってどうしても2月のですね117.0%というこの数字に注目がいくと思いますこちらの方はやはり足元の新型コロナウイルス関連この拡大に伴うですね マスクであるとか除菌関連用品のの需要増といいうものもございましたそれからまたいわゆる巣ごもり消費という的なことで学校が休校になったということに伴うお子さん方の自宅待機ということに伴って漢字のドリルであるとか計算ドリルあるいは塗り絵とか。 あるいは小さなおもちゃ類こういったもののがよく売れたというようなこともございましたただですね、一番注目していただきたいのは実は11月12月ここのところの既存店の数字が100%を超えて推移しているというところでございます昨年の10月我が国では消費税率がまあ上がりました その時はやはり9月には駆け込み需要があって結果的には私どもの方では4.7%プラスという結果が出たそして10月はやはりその後の反動減でもって96.6%という厳しい数値が出たわけです通常ですとその後ですねその後やはり数ヶ月あるいは1年間近くですね 前年比を割り込むという影響が出るというのが普通であったという中で100%を超えるという結果を出せたというのはこれは基本的にワッツの100円ショップが売上高を伸ばす力というものがプラスでもって作用していたのだということだというふうに思います。 えー、その大きな要因はやはり、えー、ワッツの中でもって、まあ、基本的にはお買い得な生活用品をま中心に売っていると、えー、生活実生活用品であるということそれとともに高額用品の導入を進めていてその高額商品の売上高が伸びているということこのことがこの既存店の売上高の伸びにつながったというふうに思います。 1>, 1月こちらの方も基本的にはその1月の半ばまでやはり100%を超える水準で推移していたところそれが1月の後半になってコロナウイルス関連の消費の拡大があってそして通常よりも大きな売上高を作ることができた。そして2月になると それが大きな伸びにつながって、そして3月になってもですね、108.8%と、えー、まだ売上としては強い状況が続いているということでございます。えー、まあこれから先ですね、コロナウイルスの関連でもって、えー、消費の状況がどうなっていくのかということについては非常に見通しをつけることは難しい状況にはございますけれども。 基本的にはワッツの店舗に関しては、えー、既存店の数値としては、まあ、強い状況が続いていたということは非常に重要なことだなというふうに考えてございます、えー。続きまして10ページでございますけれども、えー、新規出店の状況でございます、えー、これは、えー、出店計画72に対して、えー 計画通りのの店店舗の出店ができました一方閉鎖店舗につきましては54店舗の計画に対して40店舗の閉鎖で済んでいるということで期末の店舗数としては32店舗純増の1224店舗となってございます、えー、私どもの店舗はスーパーマーケットの中 こちらの方の店舗が多くなってございます特に昨今ではスーパーマーケットの中の委託販売の店舗が多くなっているで、このスーパーマーケットの中で100円の委託販売コーナーを作るというニーズは今でも非常に堅調なものがございますのでまあ、今足元のところでは出店が続いており またこのコロナウイルスの関連でもって今後の出店に関してはえなかなか見通しをつけることは難しいんですけれどもえ基本的には食品スーパーさんはまたドラッグストアさんはえこれから先もまあ営業されるということになると思われるのでえまあ我々の新規出店についてもまあそんなに大きなマイナスにならずに 推移すするのではないいいかとううように考えてございます続きまして11ページ「w a t ブランド」店舗の出店の状況でございますがこちらの方も新規出店につきましてはその大部分を w a t s または w a t ウ s w i t h での店舗にしてございますまた改装を行うときには積極的に w a t t ブランドへの切り替えを行っております 今後も、ワッツブランドの店舗を増やしていき、そして、まあ、ワッツブランドを確立するとともに、ワッツ、ワッツというブランド、これを、まあ、浸透させるということを進めていきたいと考えております。さて、100円ショップ以外のところでございます。12ページ、海外事業の状況でございますけれども、えー 初めに申し上げた通り、えー、なかなかな厳しい状況でございます、えーまあ、米中の対立というものがある中で東南アジア中南米の方ではやはり経済の状況が、まあ、思わしくないという状況があり、えー、基本的には、えー、私どもの海外事業の方も、えー、なかなかあ、まあ、伸び悩むという状況があ,ある中。 私どものほまの商品の改定等によって立て直しを図っていてその成果が少し出てきたなというところで今のコロナウイルスの関連でもって海外の方は特にですね閉鎖店舗がが非常に多くなっていいいるという状況がございます残念ながらペルーあるいはミャンマー あるいはカナダ等の店こちらの方は全て閉鎖になってございます、まあ、タイの方も大部分の店舗が閉鎖になっており今現在のところでは運営されている店は3店舗という状況でございますただ一方でフィリピンおよびシンガポールのお店はスーパーマーケットの中でのコーナー展開ですのでこちらの方はまあ あるる程度の運営はされているといいとう状況にございますただ足元の売上高ということでいうと非常に厳しい状況にあるというのが今の状況でございます。でこれから先の見通しでございますけれども残念ながらちょっと今のところでは、えー、予想することが非常に難しいと。 いつになったらば、まあ、それが回復するのかということについてもちょっと今の段階では予想することが難しいという状況でございます。そして続き続きまして14ページですね国内のファッション雑貨ボーナビータでございますがこちらの方は国内の方で10月に消費税率が引き上げられた際ですね えー、残念ながら9月の時の駆け込み需要というものはファッション雑貨に関ししてはあままりないといいとう状況でございましたただ、えー、反動ではない、えー、純粋な、まあえー、消費税率アップによるマイナスというものがあって、えー、その後も、えー、マイナス傾向が続くという状況にあり、えー、そこの中で ギフト関連の強化等によってですね、えー、既存店の売上高これを回復させるという途上にある中でコロナウイルスの影響があってすでに半数以上の店舗が今現在は休業ということになってございます、えーまあ、こちらの方もこれから先の、まあ、見通しということについては 今の段階で判断することは非常に難しいという状況にございます。15ページのソストレレネネグレーネでございますこちらの方も基本的にはボーナビータと同じような状況で10月の消費税率アップこちらの時に9月に書き込み需要はなくそして10月以降の減があるという状況でございました。ただこちらの方は えーまあ、ソソレネグレーネでか過去に売った日本でよく売れた商品こちらの方を、まあえー、追加で持って、えー、店舗に導入し販売するということを行った結果、えー、昨年の12月の後半以降回復の傾向が顕著になってきてこの1月に関しては 既存店の売上としては120%近い売上高を作ることができておりましたただ2月に入って少しその120%までのものはない中でもって後半以降はやはりコロナウイルス関連に伴もなって客足がまあ遠のくという状況が発生しさらに足元では 5店舗の中でもって3店舗がすでに休業という状況になるという非常に厳しい状況にございますこちらの方につきましても今後の展開についてはなかなかまあ難しい状況にあるというところでございます海外事業およびファッション雑貨につきましては残念ながら非常に難しい状況にあるというのが現状でございますが まあ幸いなことにですね w a t 事業全体に関する構成費としてはまだまだ非常に小さいという状況にあるので事業全体に与える影響はまだそんなに大きくないという状況で済んでいるというところでございます。一方16ページの「リアル」でございますけれども、まあ、こちらの方は消費税率アップの際に 書き込み需要で売上高が大きく伸びたあと反動源があったもののその後はやはりディスカウンターであるという強みを生かして既存店の数字も顕著に推移ししてございました、えー、そして、えー、コロナウイルス関連の際、まあ、には、えー、食品のディスカウントおよび、まあ、生活雑貨のディスカウントということがあって。 売上高を伸ばすことができてございますそしてこのリアルに関しましては100円商品とうまくコラボレーションした形でもって新しいフォーマットを作っていくという一つの核にできないかということでもって取り組んでおりますけれどもこちらの方もさらに強化していきたいというふうに考えてございます。それでは 18ページ20年8月期の業績予想でございますすで、えー、に第2クォーターまででもって、えー、営業利益経常利益、えー、こちらの方はほぼほぼ達成され当期、えー、純利益の方もまあ大きく上回る水準にございますただ、えー、足元のところでは、えー、なかなかあまあ予想が難しいという状況になっていると いうことで今回ですね、通期の予想につきましては据え置きというふうにさせていただいてございますこちらの方今後の状況の推移によって業績予想ができるという段階になりましたらばなるべくと早い段階でもって開示ができるように進めていきたいと思っております 続きまして20ページ100円ショップ事業の取り組みの方でございますが特に高額商品の取り扱いこちらの方は今期,今期中に1300アイテムにするという目標を掲げて進めており2月末の段階でもって既に1118アイテムという こちらの方の方商品が導入されてございますそして今までのテナント型お店だけではなくですね委託販売のお店の方に対しても高額商品の導入が一部進められておりそしてまた高額商品の原価率の低下粗利率の改善ということがあって全体的な 売上総利益率の改善ということにも寄与してございますそして高額商品の売上高でございますが前期に比べると約4倍の売上高になっておりこちらの方が既存店の売上高の改善に大きく寄与しているというところでございますそしてコラボ出店でございますが今大阪の門真南店 というところでもってワッツの100円ショップとそしてディスカウントショップのリアルこちらの方を融合したタイプのお店を1店舗展開してございます。ワッツの100円ショッププラスディスカウントのリアルの商品で客数を増やしていきたいという試みでございます。足元の 売上高としててては前期にににししし程度と非常に好調に推移しておりますしかしながらやはりリアルのディスカウント商材を扱うということで店舗としての売上総利益率としてはやはり他店と比べると少ないものになっているとそういった意味で収益性という意味でさらなる改善ということが必要なフォーマットだと ただまあ、これが将来的に広げていけるフォーマットにできるように、さらに改善を進めてまいりたいと思っておりますで。21ページのところにあります、キャッシュレス対応でございます。えー、まあ私ども、こちらの方は政府が進めるキャッシュレスポイント還元事業者になっており、ただいまのところ、100円ショップの中では、 店店舗中店舗中でキャッシュレス決済の導入を進めてございますただまあこちらの方残念ながらまあその広がりというものはまだまだ限定的でまあ日本の中での本格的な、まあ、消費における電子決済の拡大ということはもう少し時間がかかるのかなと。 というふうに今は考えてございます。それからもう一つですね、EC サイトのオープンでございます。今年の1月から Watt では w a t オンラインショップというものを展開しております。まあ、当初ですね、100円という商品、こちらの方をですね、私ども基本的には 送料を消費者の皆様から頂い,いて商品をお送りさせていただくということをしているわけですけどもその送料を負担してまで100円の商品を買う人がどのくらいいるのかという懸念がある中でただやってみないとわからないということでもって取り組んでおりますが思ったよりも結果が出ていると。 いうのが今足元の状況でございます、えー。当初もしかしたらば売上ゼロの日もまあ結構あるのではないかというふうに思っていたのですが、まあ、売上ゼロの日はないというのがまちょっとした驚きでございます。ただまあこれがじゃあ本格的に収益事業にすぐになっていくのかというとそういうわけではないというふうに思います。 まだまだ工夫は必要な分野ではあるけれどもやる価値は十分にあるなというような実感を得てございます。そしてもう一つですね今こちらのオンラインショップではソストレレネグレーでの商品も一部販売を始めております今足元の方でファッション雑貨の事業の方はやはり店舗の休業ということが広がっていて。 売上高の中では非常に厳しい状況にございますけれどもこのオンラインショップを使ってですね是非まあ多少なりとも売上の維持ということが実現できるのであれば非常にありがたいなというふうに思っており是非これは今後さらに強化を進めていきたいというふうに考えております、えー、続きまして22ページでございますが ワッツはおかげさまをもちましてこの2月で創業25周年を迎えることができました。これも皆様のご支援の賜物と深く感謝するところでございます。どうもありがとうございます。その一つの取り組みとしまして、ロディというですね、幼児まあ用事用のまあまあ工具ですねを扱っているところ。非常にまあ特殊な工具でございますけれども。 まあこちらの方一部にですね非常にまあ熱烈なファンがございましてえこちらとコラボレーションをしてですねえ特別な商品を開発しえ店頭でもって販売をするとともにですねえまあお買い上げいただいた方々からまあ抽選でもって特別なグッズをプレゼントするというような企画を今進めてございます。 えー、実はあのオリンピックと絡めてですね、えー、ロディ商品を買ってくれたお客様に、えー、金銀銅のロディの人形をプレゼントするという企画もあ,、まあ、あるんですけれどもちょっとオリンピックが、えーまあ、延期になってしまって、えー、ちょっとタイムリーとは言い難いものがありますがこちらの方も、えー、変わらずに実施していこうと思っております。 まあ、あ多少なりとも WATS、えー、という、えー、企業のイメージ向上につながるわというふうに考えているところでございます。えー、さて、えー、と次は、えーにえー、31ページでございますけれども、えー、株主の数でございますけれども、えー、もともと、えー、私ども、えー、第2クォーターのところでは 何ら株主に対する配当あるいは優待等を実施しているわけではなくですねどうしても期末から比べると中間期は株主数が大幅に減るという傾向がございましたが今回の方はその減り具合はかなり今少ない規模でもってとどまっていると。 いうところで前年と比べて4000名を超える株主が増加ということになりました。これはやはり株主優待の方の効果があってのことと思います。株主優待に対してはいろいろとまあご意見があるということは理解はしてございます。 私どもの33ページのところに株主優待の制度が説明してございますけれども今は株主の皆様にワッツ商品10個こちらの方をお送りさせていただくということをベースにそして保有株式数が10単位を超える株主様そして保有年数が3年連続という 株主様に対してはそれにプラスして 1, 円の商品券をお送りさせていいただくとうこの結果としてです、ね、株主数が増えていてそしてまたその株主数の増加が日々の株式の売買数の増加ということにもつながっているというふうに考えております。 ですのでこれから先もですね基本的には株主の優待制度というものは維持してまいりたいというふうに考えております。一方32ページのところの配当政策でございますけれども私どもは基本的には配当成功30%程度ということを基本的な方針として配当を行ってございます。 前期に関しましては誠に申し訳ない業績結果であったということがあって株主の皆様には減廃という厳しい対策を取らなくてはいけなかったわけでございますけれども配当成功につきましては一時的に非常に異常な状況であるということ。 こちらの方もまあ今足元では配当金額は前期と同じように据え置いてございますけれども今後の業績の推移によっては配当成功私どもの基本的な配当成功ポリシーに見合った形でもって配当というものを見直してまいると。 いうことにしてまいりたいと思いますぜひこちらの方もいいご報告ができるようにこれから先頑張ってまいりたいと思います先ほどから申し上げている通りですね足元のところにつきましてはこのコロナウイルス関連の経済に対する影響というものがどの程度の規模になっていくのかまたどの程度の期間これが続くのかということに関しては 全く今の段階ででは分からないといいとう状況でございますただそのような中でもですね私どもの基幹事業である国内の100円ショップ事業につきましてはその主な出店先が職員スーパーであるまたはドラッグストアの中であるということがございましてある程度の経営というものは維持できると。 いうふうに考えてございます最大限の努力をして売上高利益の維持拡大というものを図ってまいりたいと思いますのでこれから先も WATS に対してご注目いただければ幸いに思います今日はどうもありがとうございました